ハルダウン位置にあるルクレール戦車。ターレットダウン状態でも社長用戦望鏡で観測可能。ハルダウンは、斜面や丘や堤防を利用し、砲塔以外を隠し、車体を防御する戦術。元は、小船や海船の用語で、マスト上部の物圏内や、レーダーだけを水平線から出して偵察する技術であった。 20世紀の気候戦の発展で、陸戦でもこの用語が使われることとなった。砲塔も隠し、戦望鏡だけを出す状態をターレットダウンという。地面に穴を掘り、天然の稜線がない場所において、戦車をハルダウンさせることをダグインという。いわば戦車用タコツボである。ハルダウンしているコンテナ戦地球が休憩であることから、水平線の向こうに、 船体だけ隠すことが可能である。空気がきれいなら40メートルの高さのマスト状のモノ圏内から44キロメートル先に存在する別船の高さ40メートルのマストを見ることができる。また、同様に22キロメートル先の全船体を見つけることが可能である。小船では風や潮流など自然現象にも影響を受けるため、より早い段階で敵を発見し、 敵の脅威度を分析し逃げるか戦うか選択することが最重要であった。ありがとうございます。